日本人は一体どこからやってきたのか。今宵よしが都市伝説を語る場所、京都。この平安の地で一体彼は何を語るのか。日本最古の秘密結社ヤタガラスが隠した女神のシンボル、その女神のシンボルの先にこの日本人のもう一つのルーツが見えてくるのです。そう、今宵パンドラの箱が開いちゃうからね。シュメール文明のクババの壁画、この黒い立方体ブラックキューブは、あなたはその歴史の禁断の1ページを目撃することになるでしょう。信じるか信じないかはあなた次第です。日中同祖論、それは日本人の祖先は遠い古代のイスラエルからやってきたユダヤ人かもしれないというもの。そしてこの京都にはそれを裏付けるものが多くあるのです。日本とユダヤの関わりを暗示するもの、その一つはユダヤ人の神殿の入り口には水で身を清める場所があったりと、神殿の構造が日本の神社とほぼ同じであり、また日本のおみこしには法王がいるのに対し、ユダヤ人の秘宝契約の箱アークには羽を広げた天使ケルビムがいたりと、様式がよく似ている。また日本の大和言葉とユダヤ人の古代ヘブライ語も似ている。例えば日本語のアッパレはヘブライ語で栄誉を誇るという意味になり、ありがとうは幸運ですという意味になる。またあなたはそのままあなたという同じ意味だったりと、この他にも意味と音が似ている大和言葉とヘブライ語が多くあると言われています。都市伝説好きであればここまでの情報はもう常識だと思います。しかしこの京都にはそのユダヤとの関わりがあるとされるものがあります。そしてそれが生命の木。ユダヤ教の教えには生命の木、セフィロトの木という教えがある。それは11個のセフィロという円と22本の線でできているこの模様の木を、人間はジグザグに登り一番上まで登ることが人生で大切なことだという教え。そしてこの生命の木は11個のセフィロトと22本の線、つまり33で構成されているのです。33といえばフリーメイソンの33階級が有名ですが、そのフリーメイソンによって建国されたとされる国がアメリカ。初代大統領ジョージ・ワシントンがフリーメイソンの会員だったり、アメリカの1ドル紙幣にはフリーメイソンのシンボルがあったりと、アメリカとフリーメイソンは深く関わっていると言われています。そんなアメリカの首都ワシントン DC にはこの生命の木が刻まれています。なのでまず京都の前にそのワシントン DC の生命の木を見てみましょう。アメリカの首都ワシントン DC には数多くの秘密結社のシンボルが刻まれています。この場所がホワイトハウス。そしてこのホワイトハウスの上にある道を見ると、そこに逆五芒星があるのがわかります。またこの逆五芒星の両サイドを線で結んだ先にはそれぞれ公共の場所があり、その2つも線で結ぶとちょうど真ん中に第3代目大統領ジェファーソンの記念館があります。そしてこれらの線で浮かび上がるのがピラミッド。ではこのピラミッドの目、またはプロビデンスの目の部分には何があるのかというと、それがフリーメイソンのグランドロッジ。
では生命の木は一体どこにあるのか。このピラミッドの頂点と先ほどのジェファーソンの記念館の間にはこれだけの記念碑や記念館が存在し、これらの場所に合うようにこのような生命の木が刻まれています。そして古いバージョンの生命の木のこの Y 字の道に合うようにワシントン DC の同じ場所には Y 字に分かれた道があるのです。そう、このワシントン DC には古代ユダヤの遺志が刻まれているのです。アメリカと京都、この2つには関わりがないように思います。しかしアメリカが作られるずっと前からこの京都にも生命の木が刻まれているのです。そしてその生命の木の出発地点となるのが33というキーワードが入った場所、それが33元堂。京都の鴨川の下にある33元堂を基準に、鴨川とその直線上にある下鴨神社を線で結ぶことにより、ワシントン DC と同じようにその線の間には重要な神社、仏閣や施設が浮かび上がるのです。それは下から線一体の千手観音で有名な33元堂、観光名所の四条大橋と出雲の御国像、平安時代宮中の庭であった二条城、奥の院はほぼ神社の様式の南禅寺とその周辺、平安時代以前より近江三中越えの起点とされ火の神荒神の名がつく荒神橋、京都御所、平安時代から続く吉田神社、日本最古の縁結びの社とされる賽の神の社、鴨志と深い関わりがあるとされる百万遍知恩寺、そして一番上が京都で最も古い神社の一つ下鴨神社、正式名は鴨見親神社であります。そしてこれらを線で結ぶと、まさに木のような形をした生命の木が浮かび上がるのです。そしてワシントン DC と同じようにこの二つの川が合流する場所に古いバージョンの生命の木と合う Y があるのです。そう、この京都にもユダヤの教えが刻まれているのです。そしてくしくも794年に都が遷都する1年前の793年からこの平安京は建設され始めました。なのでその1年前の792年に平安京の都市計画図が完成したと思われます。一方アンドリュー・エリコットという人物が作成したワシントン DC の都市計画図が完成したのが1792年。そう、ワシントン DC は平安京のちょうど1000年後に設計された都市であり、同じく国の首都なのです。生命の木が刻まれた1000年越しの2つの都市、これを偶然で片付けていいのだろうか。京都、ユダヤ、そしてアメリカを作ったフリーメイソンとのつながり、しかしこの京都にはシュメール文明との関わりがあるとされています。なぜならこの京都にはクババがいるから。クババとはシュメール文明で崇拝されていた女神または女王であり、このクババという存在が知恵の保護者として古代ギリシャではキュベレーとして崇拝されていました。そしてこのクババまたはキュベレーという名前が立方体の英語名
キューブの語源とする説があります。この黒い立方体ブラックキューブが人類に知恵を与えたという話を聞いたことがあると思います。そして不思議にもこの黒い立方体ブラックキューブは世界中で崇拝されているのです。そしてこのブラックキューブを国旗として表したのがイギリスマン島の国旗とイタリアシチリア島のこの国旗、この2つの国旗はキューブを表しているのです。この2つの国のシンボルの特徴はこの3本足。しかしなぜこれとキューブがつながるのか、それはキューブの構成を見ればわかるとヨシュは語る。それは一体どういう意味か。キューブは六角形でできており、その六角形の中に3本の線を引くことで立体のキューブになります。そしてこのキューブの中の線からこのように線を引くと、このような紋章が浮かび上がるのです。そしてマン島とシチリア島のシンボルはこの紋章から来ているとヨシは語る。ではなぜマン島とシチリア島にはキューブのシンボルが使われているのか。それはフリーメイソンの元となった組織テンプル騎士団が関わっているとされているからです。テンプル騎士団は聖地エルサレムを守護していた時に天地がひっくり返るほどの知恵を知ってしまった。そう、知恵を与えたキューブの存在を知ってしまったのです。いや、我々がこのキューブの中で生きていることを知ってしまったの方が正しいかもしれません。そのために当時のフランスの王から弾圧を受け、弾圧から逃げた者たちが潜伏した場所がスコットランドとその横のマン島、そしてシチリア島の横にあるマルタという場所。そのためキューブを表す国旗が使われているとヨシは語る。ではここまで。この国旗はこの3本足でキューブを表しているという話をしました。そしてそのキューブの色は黒色。ではこの黒い3本足といえば一体何か。そう、これがヤタガラスなのです。ヤタガラスとは日本の神話に出てくる3本足を持つカラスのことで、古代神武天皇の道案内をしたとして導きの神とされています。つまり世界ではブラックキューブとして崇拝され、日本では導きの神ヤタガラスとして祀られた。つまりヤタガラスはブラックキューブが元だとヨシは語る。まだ信じられないかもしれませんが、この京都にもキューブがあるのです。さあ、パンドラの箱を開けに行きますよ。ヤタガラスといえば三本足のカラス。そしてそんなヤタガラスと深く関わっているとされている人たちが同じ鳥の名を持つカモシ。カモシとは先ほどの下鴨神社を建てた古くから続く氏族であり、ヤタガラスと呼ばれる日本最古の秘密結社と深く関わっているとされています。このカモシが鴨川沿いに建てた神社は下鴨神社以外に上鴨神社が有名であります。しかしおかしいと思いませんか。ヤタガラスの足は3本足なのに、なぜ上鴨と下鴨、この2つの神社しかないのか。一体その3本目の足はどこにあるのか。そのヒントとなるのがこの鴨川の Y。 この Y の中央には下鴨神社、 Y の左側には上鴨神社、そしてY の右側にはあまり知られていないカモシ系の神社があります。そしてそのヤタガラスの3本目の足が御影神社。御影神社はカモの狼が降臨されたとされる
賀茂氏にとっての聖地であり、先ほどの下鴨神社の奥の院と呼ばれることもあります。そしてこの御影神社を合わせた3つの賀茂神社の本殿をつなげると下向きの三角形が浮かび上がります。少しバランスが悪く見えますが、これは Y 字の右側の川が左の川に比べて広がっているためであり、そのため下鴨神社の本殿も少し右にずれているのです。では次にこれらの神社を先ほどの生命の木で出てきた施設と線で結んでいきます。下鴨神社は33間堂へ、上鴨神社は二条城へ、そして八田ガラスの三本目の足御影神社は南禅寺奥の院へ。するとこのようになります。もうわかりますよね。線を結び、その線を結んだ先に浮かび上がるキューブの姿が、そしてそのキューブを完成させるための一番上の点にある場所が山積神社、旧名岩が座ると書いて岩倉神社。山積神社は平安京のもっと昔から存在しているとされ、794年桓武天皇は平安京の遷都の際に鬼門の方角から都を守るという意味を込めて仏教の聖典を埋めたと言われています。ではここで注目してほしいのは、山積神社には社殿がありません。それはこの巨石とその後ろにそびえ立つ山が御神体であり、この巨石に神様が降りてこられるという古代信仰の遺跡なのです。そう、古代からこの場所が神、いや宇宙存在たちが我々人間が生きるキューブの一番上から降りてくるということを暗示しているのだとヨシは語る。しかしキューブことクババを暗示しているのはこれだけじゃありません。シュメール文明のクババの壁画、そのクババの手には女性の象徴手鏡が描かれています。そしてこの京都のキューブのど真ん中、ヤタガラスの3本の足が重なるところに女神と手鏡を象徴する場所があるのです。そしてその場所が河合神社。河合神社は賀茂系神社の一つで、神武天皇の母玉依姫をお祭りし、女性守護としての信仰を集めるお社。そんな母なる姫君に焦点を当てた神社の絵馬は手鏡の形をしているのです。手鏡を持ち人間に知恵を与えたクババことキューブ、京都に刻まれたキューブのど真ん中に母と手鏡をお祭りする河合神社、キューブから浮かび上がる三本足の紋章と八田ガラス、そして聖地エルサレムを守り続けたテンプル騎士団の意志を継ぐフリーメイソンが作ったアメリカ、そのアメリカの首都ワシントン DC にも先ほどとは別の施設を線で結べばキューブが浮かび上がるのです。ではなぜ京都とワシントン DC にキューブを刻んだのか、そのヒントはヨハネの黙示録にあります。この都は四角い形で長さ幅が同じであった。天使が物差しで測ると長さも幅も高さも同じである。つまり古代聖地エルサレムから東へ行き、この京都という場所で新エルサレムを作ったユダヤ人と、西に行きそしてヨーロッパを越えてフリーメイソンとしてアメリカで新エルサレムを作ったユダヤ人、その見た目は違えど、もしかするとこの2つのユダヤ人は兄弟なのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。
の上で一言言う、そのままカメラそのままでちょっと近づいて違うカメのところ でエフェクトで俺がもう瞬間移動してるようなやつ作ろうかなって。あ、なるほどね。今かった。ないのか。一体そのいきまーす。裸足は裸足でいいんですね、そのままで。もう無理やろ。なんか毛がいっぱいある。よいしょ。しかしおかしいと思いませんか。あ、踏めた。信じるか信じないかはあなた次第です。